日本東京都西東京市泉町泉町は東京都西東京市の町名。現行の行政地名は泉町1丁目から泉町6丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は202-0011。西東京市の中央部に位置する。北は住吉町、北東は東町、東は中町、南は宝屋町、西は 北原町に隣接する。町域内の中央を新川が投流する。大部分は住宅地として利用されているが、一部は工場や農地もある。南から北に泉町1丁目から6丁目が設置されている。丁目ごとの面積、人口と世帯数及び人口密度は以下の通りである。1月1日現在私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は2021年1月1日の工事地価によれば、泉町4の号の3の地点で23万8000円、平方メートルとなっている。明治以前には、武蔵区に新作城法屋村に属していた、旧法屋市地域である。なお、法屋四県寺と呼ばれる寺院のうちにお林寺、宝寺議員の二つは、東町域に所在しており、 原住吉町域と共に上方屋村の中心的な地域だったと考えられる。尿入林寺付近の湧水にちなむ。町域に鉄道駅は所在しない。町域内からの最寄り駅は西武池袋線の方屋駅、またはひばりが丘駅である。町域を以下のバスが通る。西武バス中町との境界の都道233号線を以下の系統が通っている。西東京市。 花バスハット AB、平成22年東京特市町村町長、別報告。東京都、2018年1月22日閲覧。AB、人口、世帯数。西東京市。2018年1月15日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年1月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。 2018年1月15日閲覧。私立小中学校通学区域。西東京市。2018年1月15日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査。角川日本地名大辞典13。東京都 p 千1132。ありがとうございます。